あっぱれ張本勲カルタ。金子くん超面白いよ。これはハリーポッターだね。張本だからハリーポッターだね。超面白いやつをやってきたね。もう少し聞こうか。張本だからハリーポッターを僕は選んだんですよ、伊集院さんっていう。わかる人にはわかる面白い、面白いやつですけど、伊集院さんいかがですかっていう。勝つは勝つ。メジャーリーガーからサッカー日本代表選手にまで尊敬されている張本勲さんに、世の中のすべての人に勝つを入れてもらうカルタですと。ゴモラさん、ペンネームゴモラさんから、原案をいただいたコーナーです。俺、来週かな、張本さん朝のゲストなんだよね。どんな顔して会えばいいんだよ。痛みが治るお湯と書いて通算湯ってのがあるんだから、生島さんにもらって、死ぬほど連投すればいいんだよ。勝つな、勝つ、勝つ。一切体なんか動かしてないんだからさ、藤井七段、何も食べなくていいんだよ。勝つ、勝つ。言わねえ。張本さんだよ。ね、一番最初に来たデルヘル女王を抱けばいいんだよ。二回もチェンジして最後の三回目でゴリラが来たらどうすんだよ。勝つ。い、日向坂46だっけ。日向坂、い、今、日向坂46にハマってんだけど、新曲の振りが難しすぎるんだよ。昔の歌手はみんな簡単だったよ。こっちのことも考えるべきだよ。勝つ、勝つ、勝つ。なら、朝の番組にゲストにさ、張本さん来た時にさ、上手に勝つのあっぱれ言わしてさ、サンプリングするかな、どっかで。サンプリングして、なんか、だから、金子ディレクターはそーっと張本さんに怒られるじゃん。いきなり当たり屋みたいにぶつマイク持ってぶつかって、じじいつって、かーつって言われたやつを取っちゃえばいいんだよ。まだいっぱいありますけどさ、ちょっと時間ねえな。対戦するのはこちらです。あっぱれ張本勲カルタ。いやー、今朝張本勲さん会ったばっかりですからね。いい人なんだろうね、やっぱり。最終的にすげえいい人っていうね。しかも朝のラジオ毎日聞いてるよっつってた。張本勲さんがカツを入れるカルタですね。そろそろ旧姓中山、あ、アイドル全員まとめて座敷牢に繋ぎ止めとけば恋愛なんてしたくたってできませんよ。最近のね、大人はね、若い子に甘すぎるんですよ。カツ。ペンネームチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい。あ、アリだって自分の何倍も大きいものを運んでるでしょ。なんで人間のガーマルチョバが空っぽのカバンをね、あんなに重そうに持つのかわかんないよ。カーツ。ペンネーム原田鈴カステラ。あ、アダルト女優の名前がわからず単語をいろいろ変えて検索しまくってる時間なんてね、無駄すぎるんだよ。素人者っつってもプロなのはお約束でみんなわかってるんだから、出演者の名前を書きなさいよ。勝つだ、勝つ。関口人はそりゃ勝つだね、つって。今日のゲストの池山さんも勝つだ、つってた。イエロー軍曹。あ、揚げこまるを食べたてでテレビのリモコンを触るんじゃないよ。勝つ、勝つ、勝つ。ピストルチョコ。あ、アニメに出てくる主人公の周りを飛んで解説してくれる小さいキャラクター、あれ何、あんなもんいないでしょ、いないんでしょ。じゃあ勝つだ、勝つ。そろそろ旧姓中山。あ、アメリカのね、ポルノ映画なんてヘボ AV ですから、
雑なピストンでもギャーギャー騒いで見られたもんじゃないですよ。あっちのエロサイトでも日本の AV が一番人気になるんですから、当然ですよ。勝つな、勝つ。ペンネームボールペン返して、あ、安藤博樹っていうの、このアナウンサー。私はちゃんと今でも嫁を抱いてますっていうのが顔に出すぎなんだよ。勝つだもん、勝つ。ペンネームケイちゃん、石井和久ね、楽天の GM かなんか知らないけど、奥さんの木佐彩子とセックスするときは正常位で正常石井とか言うのかね、言うのか。勝つだよ。おはようゴージャス、椅子からね、毎回コロ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 転げ落ちるなんてはね、下半身に力が伝わってない証拠だよ。女にうつつを抜かしてないで、分子もっと走り込め。走り込みなさいよ、勝つ。ペンネーム釧路ダンディ、う、牛をキャトルミューティレーションされたぐらいで騒ぐんじゃないよ。私らの世代はね、牛に捕まって宇宙船まで乗り込んでね、リトルグレーをバットでぶん殴って山ほど子牛を取り返してきたもんですよ。勝つだ、勝つ。ペンネームタチヒロシ、ウェイトトレーニングばっかして走り込みが足りないから勝てないんだよ、日本のボディービルダーは。勝つ、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 勝つ。ペンネームイエロー軍曹、え、AV に童貞って言って出てくる男があんなちょうどいいタイミングで感謝できるわけないだろ。プロだよ、プロ。勝つ。ボールペン返して、え、AV 女優のサイン会に特大サイズの駄菓子をプレゼントするような輩は自分でユーモアのセンスがあると思い込んでいるクズですよ。張本さん詳しいな、いろんな人。大自然守る、エーター、この人苗字ないの、捨てたの。勝つ、勝つ。ペンネームマーチブラウン、おかずなんて必要ないんですよ、私たちの頃は木に掘った女って漢字で抜いたんですよ、何でもかんでも甘やかすからイマジネーションが育たないんですよ、勝つ。もうラスト、ケイちゃん、お、俺が寝てる間に毎晩寝床にションベン巻き散らしてくやつ誰だ。今日はやばいわ、今日はやばい。どっちが勝ったか、投票です。メールの件名に、劇場版が勝ったら劇場版、あっぱれ張本勲なら張本って書いて送ってください。で、CM の間にバーッと送ってください。張本勲さんに世の中のいろんなことについて勝つを入れてもらおうというテーマの、あっぱれ張本勲カルタ。ね、先週デビューして今週は家業ですね。なんかね、二通りあるね。番組見てんだなっていう人は、張本さんの口調の再現性がすごい高い。ね。意外に、怒ってるけど、丁寧語だよね、あの人ってね。怒ってんだけど、丁寧に喋ってるとか、まあ、入ってきますね。で、対する予選ブロックから登場のカルタはデビュー戦ですね。いつかの自分にしたためる手紙が、テーマになります。手紙、背景、いつかの俺へカルタですね。あ行。さあ、それで行きますかね。まずはこちらからです。あっぱれ張本勲カルタ。ペンネーム花トレインか。カモン達夫っていうの、この人。歌詞をちゃんと覚えてから歌いなさいよ。ちょっとずつ違ってんだよ。勝つだ、勝つ。ペンネームイエロー軍曹か。勝屋で無銭飲食を捕まった
カツヤで無銭飲食して捕まったやつに取り調べ室でカツ丼を食わせるバカがいるか。でカツだカツってどうですか。どうですか。とてもいいんです。僕はこれがとても好きなんです。ペンネーム、今のがペンネームイエロー軍曹で、続いてがペンネーム原田鈴カステラか。カバがあんなに恐ろしい動物だと思いませんでしたよ。大あくびして頭に小鳥乗っけてるイメージでしょ。ものすごい勢いで突進してきたから避けらんなくてあばらが折れましたよ。絵本に勝つだ勝つ。張本さんの中ではカバはのんきな。でこう逆立ちした上に頭の上に小鳥が止まってるっていう、ああいう動物だと思ってるわけですよね。猛突進してくると思ってないから。トタケケか、ガウ攻撃空母とゲルググを抱き合わせで売るような店は潰れたらいいんだよ。久々にガウ攻撃空母って言葉聞いたな。ホワイトベースとドムとかも嫌だったね。なんかね、あのスケールの違うやつを組み合わせにされるとすごい。俺はボールがすげえ好きだったから、ボールはいくらあってもよかったんだけど。ペンネームマテールパンか、金田正一は国鉄時代の方が長いんだから巨人の OB なんて名乗っちゃいかんのですよ。東映フライヤーズとジャイアンツと。ハニモさんはいろんなことに精通してんなっていうのは、ペンネームボールペン返してか、カメラ目線の AV で地上役の AV 女優がカンペ確認するために一瞬画面の外に視線外したりするでしょう。あれは気持ちが冷めるんですよ。勝つだ勝つ。たまにさ、本当にさ、カンペがよく見えないのか字が細かいのか、その視力の問題なのかわかんないんだけど、眉間にシワ寄せでちょっとちゃんと見る人いるでしょ。ちゃんとなんかわかんないけど、少し感じてるふりとかでなんとかごまかせねえのかと思うんだけれどもね。え、なんかその旦那よりすごいみたいな、一旦な、何そのトーンみたいなね。ああ、いいな、張本さんらしい。鈴虫食べたか、カーディガン羽織って、エアコンの設定温度を上げてもらおうとしてる女なんて、生姜糖を飲まして走り込みさせりゃ温まるんですよ。勝つだ、勝つ。小雪みてえな感じのおばさんだよな。小雪みてえな感じのおばさんがカーテン、薄いカーテンで、ちょっと寒くないなって、分厚いの、ゆっけ来て、やっけ来てこい、やっけみたいな、そういうやつ。それで、生姜糖飲ませて走らせるっていう。鈴虫食べた。か、会議でね、アジェンダだの、スキームだの、意識高い系ワードを多用するやからもね、筒号がケツバットしたら、アウチなんて言わないでしょ。普通に痛いって言いますからね。結局アメリカの真似なんてしてダメなんですよ。勝つ勝つだ。アウチ。ペンネーム BJ サトル、カリブとマラ太郎なんてラジオネームじゃねえ。いつまで経ってもアイドル声優のラジオで採用なんかされませんよ。ちゃんとカリブとマライアみたいに隠さなきゃダメだ。自分で隠した上で、うわ今俺の罠にはまってカリブとって言ったって言わなきゃダメだ。ペンネーム七助か、カーナビに頼りすぎなんですよ。最近じゃタクシーの運転手さんもカーナビ使ってるでしょ。私たちの時代はね、人差し指を舐めて風が来る方向に進んだら大体目的地に着いたもんですよ。勝つだ勝つ。普通のカレーエビか、硬いうんこの後は拭かなくていい。髪の無駄遣いだよ。ペンネーム、そろそろ旧姓中山、九州のスタジオにおる私がね、バーチャルで東京のスタジオに現れるのはすごいことですけどね、不公平だよね。唐橋由美の映像をこっちにバーチャルで出さないと。私の契約には
唐橋由美を特等席で見られる権利ってのが入ってんだから。勝つだ勝つ。ペンネム三丁。京本まさきが柳沢慎吾のノリにいまいちついていけてないの、なんでスタッフは気づかないの。見てるな、火曜サプライズ。すげえ仲良しってことにはなってるものの、それほど暴走してる時の柳沢慎吾さんについてってるかっていうとそうじゃないっていうこと。ハリさんはお見通しですよね。ペンネーム、ボールペン返して、靴を東京靴流通センターで買っている童貞にベスパに乗る資格なんてありゃしませんよ。なんですかね、なんで思ったんですかね、そんなに怒るほど。ペンネーム人六さんの宴、くまモンとか言うの、くまモンっていうの、彼はいつもヘラヘラしてるよね。流れ星銀を読んで熊の怖さ強さってものをもっと学んだ方がいいんじゃないの。勝つだ。田中袋、クロックス履いてヨレヨレのスウェット着て地元のツタヤをうろうろしてるような無防備な女が一番興奮するんだから。アンアンはね、もうちょっとそういう特集をしていかないと。勝つだよ、勝つ。クロックスを履いてヨレヨレのスウェットを着て地元のツタヤをうろついてるような無防備な女が一番興奮するんだから。なんかわかるな。ベニヤウンコ、クララが歩けないのは甘えなんですよ。髪を金髪に染めてあんなに長く伸ばすなんて論外だよ。ちゃんと髪を黒に戻して坊主頭にして毎日走り込みを続けていればすぐに立てますよ。でもクララの場合はもう治ってるのに立てなかったんだから、張本さんの言ってることが合ってるんですよ。そういうことでしょ、甘えなんだよ甘え。ね、走り込みすぎればすぐ立てるようになるんだよ。山特に鍛えられるから、山を走り込みしてりゃすぐに立てる。ペンネーム軍手のイボタイロシア女、鎖片びらを女戦士に装備させて鎖の隙間から乳首が出てるのを想像してたのに、公式サイトでイラストを見たらインナー着とりましたよ。スーファミ時代ね、特にスーファミ時代だよね。今のこうフルグラフィックの感じだとこういう感じになんないけど、もう装備が鎖片びらって書いて女戦士ってだけで、わー乳首出てるわーって思ってたんですよ。公式ガイドブックのイラスト見たらインナー着とるんですよ。チンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい。ケンタウロスっているでしょ。あれってのはね、人と馬の二刀流ですよ。どっちかに集中しないとどっちつかずになりますよ。だから人ね、人っていうのにこうきちんと集中してウサインボルトより速くなるか、馬っていうのに集中してなんかその馬よりも速くなるかしないとどっちつかずになっちゃうんだから。大自然守る系。軽自動車の中でトロンボーンを吹くんじゃないよ。ドライバーの後頭部に当たるだろう。ガンガン勝つな。ペンネームボールペン返して、こご当地キティちゃんを集めている数以外に取り柄のない家事手伝いとカーセックスするんなら、せめて少年野球の練習をしてない河川敷に行きなさいよ。なんでちょっと野球はやかいのかな。マリさん、勝つ勝つ勝つ。大自然守る子。ゴンギツネのラスト悲しすぎだよ。勝つだよ。勝つ勝つ。ゴン、お前だったのか。
ペンネーム遊び疲れたカラスの群れはとてもいびつに羽を畳んだ。誇張しすぎた草間弥生みたいな学食のおばちゃんにおちんちんを触らせて唐揚げを一個多くしてもらう。今の高校球児にはこういうハングリー精神が足らないんですよ。時代といえばそれまでですけども、勝つだ勝つ。うん。ニエウゴやっぱ行こう。古民家を改装したおしゃれカフェに勝つだよ。なんで古民家でキリマンジャロコーヒーとニューヨークレアチーズケーキが出てくるんですか。おかしいでしょ。ドブロクに麦味噌でしょ。古民家は店主もさ、なんだか頭の内側刈り上げたショートカットの女だし、古民家なら手が赤切れた村のこと以外何にも知らない、すべてを諦めたような表情の老婆でしょうに。勝つだ。ラスト、ペンネームベニーも、この番組に出とるせいでプリキュアが見られない。勝つだ勝つ。プリキュア見てあのコーナーを録画してる人ってどれぐらいいるのかな。あとその逆その逆。あ、でもなんか俺が好きなのはプリキュアを見てハリさんの方を録画した後で見る人の方が好きかな。まあまあハリさん今週も怒ってますね。さあ、じゃあ今週の対戦カード、まずは現在勝ち抜き中のこちらです。張本勲さんに世の中のいろんなことについて勝つを入れてもらおうというテーマのあっぱれ張本勲カルタ。野球解説者としておなじみなんですけども、いろんなことに勝つを入れるらしいってことは最近わかりましたね。あと最近わかった事実は、張本勲さんのお嬢さんは張本さんそっくりです。すごいすごいいい人です。あの、マネージャーさん的なことをやってるんですけども、もうとてもいい人です。あっぱれ張本勲カルタ、今週は作業ですね。対する予選ブロックから登場のチャレンジャーのカルタです。ほらほら、なん、あ、もうあれだよ、ほら、あれ、ほら、最近全然出てこないんだよ。あの、喉まで出かかってんだけど、ほら、ほら、ほら、あの、ほら。で、この後ひねり出される雑なヒント、雑なヒントがテーマの、ド忘れ、うろ覚えカルタ。結構間空きましたけど、もう、野行ですね。九州ぶりの登場で、野行、野遊よのみなんで、結構難しいところに差し掛かっています。ほんで行きましょう。じゃあ今週こちらから。あっぱれ張本勲カルタ。ペンネームコーヒー飲みたお。コーヒーが飲みたい。飲みたくなるように親が名付けたんだろうね。コーヒー飲みたおという名前にね。男の子で。男の子でね。あっぱれ張本勲かるたさ。サルカニ合戦の猿ね。柿の投げ方が悪いからね、回転が汚いんですよ。カニが取れなくて怪我するのも無理ないですよ。こんなんじゃセカンドなんか守らせられませんよ。勝つな、勝つ。そうなんですよ。あの、きちんとした送球、あの、セカンド取ってショートに投げる、ショートが次投げやすいところに送球できないと、セカンドなんか守らせられないですからね。ペンネーム、ツポレフ小田原さ、最近はね、刀とか、軍艦とかの擬人化？そんなものをしてる暇があったら、迷宮帰りした選手を擬人化なさいよ。私のことはね、金田とか江夏より可愛い女の子として書きなさいよ。そんだけの活躍はしとるんだから。勝つなよ、勝つ。カンコレ的なね。野球パンでしょ、野球パン。野球パンの張本ちゃんでしょ。張本勲ちゃんです。俺、張本さんのお嬢さんしか今浮かばねえけど。ペンネームのこささ、三四郎の漫才ね。
三四郎の漫才で最後にね、終わりでーすなんつってだらしなく終わってますけどね、あれは勝つですよ。さよならホームラン打って審判が終わりでーすなんつって終わったら盛り上がらないでしょうよ。勝つ勝つ詳しい張本さん、詳しい、いろんなジャンルに。ペンネームチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい。あっぱれ張本勲をかるたさ。サブスプリクションっていうの？サブスプリクションっていうの？定額制のやつ。我々の頃はね、ウィニーとか使って、音楽とか動画とか撮ったもんですよ。日々ね、ウイルスとの戦いでしたよ。今の若い連中は甘やかされてるね。勝つだ、勝つ。ウィニーって久々聞いたね。ウィニー、ウィニーあったなぁ。ペンネーム形状記憶老人さ、散々擦られたダメ男あるあるを我が物顔で語るグラビアアイドルと、サンマさん相手によく頑張ったなんて根拠なしの励ましリプライを送るファンね。これが勝つじゃなくて何が勝つですか。張本さん、張本さん、さんま御殿を見てるだけじゃなくて、そこに出てるこいつ誰だっていうアイドルのツイッターとかも見てるってことだよね。どっかで聞いたようなダメ男話を、なんかわかんないけど、もう爪痕残してっていう感じで、さすがご意見番だよね。野球界、スポーツ界ぐらいまでだと思ったらここ行ってんだ。ペンネームボールペン返して、桜麻也も、桜麻也のマネージャーも5年前からブログを更新してないんですよ。中5年って当番感覚空けすぎでしょ。ペンネーム曲げ曲げさ、最近似てる有名人の欄にゴルフの渋野日向子と書いてるデリヘル嬢はね、実際読んでみるとまず気の利かないややブスがヘラヘラしてるだけなんですから。プロフィール更新するよりも技術を磨きなさいよ。勝つだよ、勝つなんつって。じゃああれ、おやつにはタラタラしてんじゃねえの食ったり、食べません、食べねえのかお前みたいな。暴論がいいんだよな、この花トレインさん。所詮ね、テレビなんてものはね、猿をエアガンで撃退する土産物屋のババアたちの映像と万引き G メンの特集だけ流しとりゃいいんですよ。野球もなくていいの。日光の土産物屋のババアの噴泉機と。ペンネームボールペン返して、女性誌の付録にこそバットやグローブをつけるべきなんです。裾野から野球を盛り上げていかなきゃ。第一、そんなにトートバッグが欲しいんなら万引きでも売春でもすりゃいいんです。勝つだ、勝つ。炎上するよね、関口さんに呆れ顔でまたこの人言ってるよっつって。ペンネーム曲げ曲げし、週一って裏番組やってますけど、そもそも何が週一なのかよくわかりませんね。中山秀幸が今でも嫁を抱くのが週一だって言うんなら、ちゃんとそう書きなさいよ。ペンネーム、あの日知恵熱が出たんだ。あっぱれ張本勲かるた。シルバニアファミリーはね、みんな顔では笑ってますけどね、腹の中では自分以外全員狼に食われちまえって思ってますよ。そうじゃなかったらね、厳しい生存交渉の競争に勝っていけませんからね。むしろそう思ってないんなら勝つだ。張本様、チーム仲良くとかプロはクソくらいだっていう考え方ですから。
ね。その、銭を稼ぐためには、そこ生存競争だと思ってるわけですからね。うん、軍手のイボ対ロシア女。スターウォーズのダースベイダーね、呼吸乱れすぎなんだよね。走り込みをして、基礎体力から作り直しなさいよ。ピストルチョコ。ペンネームピストルチョコ。スタンピーを肛門に直スタンプしても、うんちが直接お花畑の匂いにはなりませんよ。誰に誰に勝つな勝つなうん、ベニーモ。ペンネームベニーモ。先日、ガストで、バービー人形とリカちゃん人形で空想ホームラン競争をやって一人遊んでおったんですが、リカはね、足が細すぎるんですよ。これじゃあバービーには勝てませんよ。日本を代表しとるんだから、もっと走り込んで足腰をしっかり鍛えなさい。勝つだ。ペンネームチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい。セブンルールの二つ目に、朝ごはんを毎日食べるを出したら、もうあとは何もないでしょうが。もうセブンルール見逃さなくなっちゃったな。本当になんかね、家族と喋るだって、家族とたくさん喋るだって、ね、三つ目でもうないよ、もうないよ、四つ目以降ね。ペンネーム、キャンディー・ウォーホール。セルジオ・エチゴはね、若者に厳しすぎなんですよ。本来昔とは環境だってスポーツそのものだって変わってきてるのに、いつまでも自分らの頃と比べるなんてのはね、ナンセンスなんですよ。そんな時代遅れの堅物がね、老害って言われるんですよ。勝つだ。えっつって唐橋さんがえっつってペンネーム遊び疲れたカラスの群れはとても歪に羽をたたんだ。長い長いペンネームね。ペンネームカラス。それなりにお金は稼いだけど、本当に欲しいものはこの街では手に入らなかったわと言って寂しそうに笑うヘルス嬢相手に、ところで話は変わるんだけどプラス3000円で本番させてくんねえかなと切り返す男ね。そういったズーズーしさがないと国際舞台じゃ勝てませんよ。黄昏れてる嬢相手にね。ところで話は変わるんだけどプラス3000円で本番させてくんないから、お店には署内でお願いします。チンチンを剥き出しながらね、じゃあよろしいですかって言えるようなやつじゃないと国際舞台じゃ勝てないんですよ。ペンネームゼリー大好き。総理大臣が風下にいるんだから、風上で信玄餅を開封するんじゃないよ。どういう状況にハリさんいるんだよ、それは。ラスト。ペンネームマーチブラウン、ソロキャンプとかなんとか言って流行に乗っかって、孤独を気取ってるバカがいますけどね。どうせスマホで夜通しエロ動画見てるに決まっとるんですよ。モバイルバッテリーも繋げてね。本当は1秒でも早く帰ってしこりたいんですよ。そんなもんには勝つな、勝つ。いやー、ハリさん怒ってんなーと、すげーいろんな分野に精通してるね。さすがハリさんですよ。あっぱれ、ハリモト、イサオカルタ。今日なんか未確認情報なんですけど、自分のツイッターに相撲の末席に張本さんいるっていうツイッター来てましたけど、どうですかね。未確認、まだ分かりま、言っても全然おかしく
なくて、いたのかーっていうほどでもないのでね、私も別に調べもしませんでしたけども、じゃあ言うなよなんですけどね。た、そろそろ旧姓中山、た、タケノコの里とキノコの山とね、どっちがいいかってね、タケノコの里は見ると自分の包茎おちんちんみたいで気分が悪いし、キノコの山は他人様の立派なおちんちんみたいで気分が悪いんだよ。どっちも勝つだ、勝つ。どっちも勝つだ。ペンネームゼリー大好き、た、食べみかこは可愛いけどね、食べみかこ2の女性は大体微妙。勝つだよね。見てんなぁ。食べみかこ出てきたとき、正直俺アウト判定だったんだけど、だ、まあ、なんか、スカウトの人ってすごいんだなっていう、別に、どんどん、アウト判、俺だけがダメ？俺最初食べみかこ出てきたときに、結構な、な、デカワンコだって。なんかやってたよ、そんな。あの頃、あのちょっと手前ぐらい、俺だけアウト判定って、いや、アウトって言い方は何かもしれませんけども、な、今多分あの頃の写真、かっこ、妖体って書いてあるはずだと思うんですよ。いわゆるその、浮かした後のことを想像してなかったから、あそこで完成だとするとちょっとなって思ってたんだけど、まあ、張本さんはちゃんと見てますから、ね。食べみかこは可愛いけどね、食べみかこ2の女性は大体微妙。勝つ、勝つ。ペンネームボールペン返して、た、旅サラダガールズのプロフィール、旅サラダガールズでもお前の勝ちだよ。もう張本さんに旅サラダガールズについて語らせたところでほぼお前の勝ちだよ。もう旅サラダガールズのプロフィールと意気込みを番組ホームページで読んでみたんですがね、自分自身が楽しんでますとか、海外に移籍したサッカー選手が言いそうなごたごばっかり並べて、どうしようもないもんですよ。もっと血尿が出るまでバットを振りますというような気合の入った旅サラダガールズはおらんもんかね。勝つだ、勝つ。旅サラダガールズ、張本さんのなんそなん博識ぶりですよね。ペンネームムムッチュフジ、たかがブラウザがフィッシングサイトの警告出したぐらいでね、躊躇するんだったらアダルトサイトなんて閲覧する権利ないんですよ。フィッシングだのマルウェアだのランサムウェアだの知ったこっちゃありませんよ。こっちはね、危なそうなサイト用に一台サブノート PC を用意してるからね。危険なとこに行くときには独立させた一つで行ってますから、これはこっち側は分かってますから、そんなことはねえ。勝つだ、ね、ペンネーム大自然守る、た、タガメみたいな顔してるくせにこじゃれたカフェで豆のカレーなんか食べてるんじゃない？タガメみたいな顔してるくせに、こじゃれたカフェで豆のカレーなんぞ食べてるんじゃありませんよ。カツだ、カツ。ペンネームベニーモ、竹井恵美の尻がハズキルーペを粉々にできないのは足腰が弱いんですよ。走り込みをしなさい、もっと。勝つだ、勝つ。ペンネーム、にえゆごやっぱり。張本さんですからね。サンデーモーニングですからね。サンデーモーニングで言ってんですからね、これね。高ぶりすぎた女優がよくわかんないオリジナルの隠語をぶち込んでくる。高ぶりすぎた女優がよくわかんないオリジナルの隠語をぶち込んでくる隠語ものに勝つですよ。私ね、関口さん、隠語ものが好きでよく見るんですけどね、たまにいるんですよ。もうエロいのか何なのかよくわからない隠語を叫ぶ女優が、ガッツは買います。
ガッツは買いますけどね、お酢汁ちょうだいって何ですか？お酢汁ちょうだいって何ですか？そんなことやるでも興奮なんかしやしませんよ。そんなことは考えてる暇あったらね、どんぶり飯書き込んで体を大きくするのが先なんですよ。カツです、カツ。お酢汁ちょうだいじゃないよ。なんかさ、あの、隠語物でさ、もう、言ってる、もう、ハリさん言ってることすごいよくわかるのはさ、もう男社会の言葉を発する女いるじゃん。全然違うよね。あれをやって、お、で、しかもそれも、お酢汁ちょうだいはどこでも言ってねえから。なんかね、もう、こういうことなんですよ。ただ、卑猥な言葉をいいっていうことじゃないっていうのをハリさんはおっしゃってるんですよ。関口さんに熱弁してるんですよ、ね。関口さん、私、隠語物が好きでよく見るんですけどね。いいっつうの。ペンネーム、昨日から捻挫、武田鉄矢ね。あんなにはっきりトラックの進路不正だら、コリジョンルールでセーフになりますよ。勝つだ、勝つ。ペンネーム、風前の奴が知った。タカラトミーはね、そろそろお尻に入れても痛くないチョロキューを出すべきなんですよ。それをしないとね、いつまで経っても日本から肛門かなんかなくなりゃしませんよ。そんないないですよ、別に。ペンネーム、代打宮本ち。ちつけいれんなんてのはね、毒ダミ茶でも飲ませて、ママレモンでもぶっかけときゃ抜けるんです。出た、暴論。自分のあまり知らないジャンルへの暴論ね。救急車なんて呼ぶやつは勝つだよ、勝つ。クワバタリエオ。ペンネーム、クワバタリエオ。あっぱれ、張本勲からと。チョコレートプラネットはね、売れ方がなっとらんのですよ。ストレートはいいもん持っとるんだから、変化球で逃げてばっかりいると、今に痛い目見ますよ。勝つだな。勝つ。お笑いにも精通している。もともと持っているコントの、もうレベルがすげえ高いっていう。コントの作品性がすごい高いのにもかかわらず、一行で売れちゃうことに対する嘆きですよね。そして TT 兄弟に展開していることに対する、張本さんの愛の勝つですよね。すげえ詳しいけど。ペンネーム、ボールペン返して。チキンラーメンのアレンジレシピはね、どいつもこいつも貧乏臭いんですよ。わかるわー。もう試しにチキンラーメンアレンジレシピで一度検索かけてみるとわかるわ。あのさ、チキンラーメンってアレンジすればするほど悲しくない？なんかその感じがすごいです。チキンラーメンはチキンラーメンのまんまが一番いいじゃん。一番いいもんだし、あれに対して何かこうミルクチキンラーメンリゾット風みたいな作った段階でなぜだろう、涙が止まらないよ。チキンラーメンを4畳半で食ってても全然たくましさしか残らないけども、あそこになんかとろけるチーズを入れちゃったりとかしてるところでなんだかわかんないよ。もう張本さんのおっしゃってる通りですよ。てか俺が選んでっかんね、ある意味。それも最終的には奇跡ってすごいなっていうか、なんかあの深夜ビバ深夜放送っていうネタを続けて読んでいいですか。ラジオネーム、釧路ダンディ、ちくわと一緒に鉄アレイを投げつけるなんてね、どんな師匠ですか。怪我でもさせたら責任問題ですよ。勝つだ、勝つ。ベニヤうんこ、父親が息子に向けてちくわと鉄アレイを一緒に投げる行為はね、修行ではなくて虐待ですよ。ファミコンの服部くんよりですよ。同じ人が、違う人が、同じ日に、ファミコンの服部くんを取り上げてるんですよ。令和に。令和にですよ。ペンネーム大自然守る。
ちゃい頃からお母さんがやってるスナックで洗い物とかよく手伝って、自分たち常連客にも可愛がられてた看板娘が成長していい人との縁談が決まった時、そういう時にしか会う男は涙を見せちゃいかんのですよ。打たれてマウンドで泣くなんてもってのほかです。張本さんの世界観。ちっちゃい頃からお母さんがやっているスナックで洗い物とか手伝って自分たち常連客にも可愛がられていた看板娘が成長して良い人との縁談が決まった時のみですよ、泣いてで、どんな酔っ払いの下品な客もこの子が洗い物してる時にはエッチなこととか言わないっていう決まりがある、そういう感じですよね。大自然守る遅刻しそうな女性が近道しようとして壁の穴をくぐったらちょうどハマっちゃって通りがかりの人にやられちゃう AV ってありますよね。ありますよね。あんの。あんの。これファンザでまだはっきりとジャンル分けされてないから検索が難しいんだよ。数だ数あんの。遅刻しそうな女性が壁の穴を通り抜けようとしてすっぽりハマっちゃったところをやられちゃうって AV なの。ジャンルなんだよ本当に。ジャンルがもうわかんないよ。ペンネーム電動コケティッシュ。チュールホチーでちょっかー。でもねー、ティッシュぐちゃぐちゃにしたよねー。3085本目を打った時のスパイクの中でチーチーしちゃったでちょー。カチューでちゅー。猫飼ってんだ。ハリさん猫飼ってんだ。猫にカツ与える時優しい。すげー優しい。全然怒んねえ。ペンネームボールペン返して、疲れマラ状態の時に、ミラクルヒカルが昔出したセクシー DVD をアマゾンでポチったんですがね、いざ商品が届いた時には、全然チンチンがピクリともせんのですよ。ミラクルヒカルに勝つな。ペンネーム、釧路ダンディ。って、テリーマンね、新幹線なんか止めなくても、子犬を拾い上げたら問題なかったんじゃないの。ダメですよ。決勝トーナメントをずる休みするために、いろいろやっちゃ。勝つな。ペンネームボールペン返して、テレ放題の時間外に、ドリームキャストをインターネットにつなげて、ファンタシースターオンラインをやってたんですがね。電話代が軽く10万を突破ですよ。黎明期のパソコン好きな人なのかな。なんかその張本さんの感じ。ペネム岩田エフィサブローと富樫義博、ハンターハンターが連載再開、ありがたがってる場合じゃないですよ。しょっちゅう休むのはね、春のキャンプで1年間戦える体作りができてない証拠なんですよ。ペンネームイエロー軍曹と、トルコあたりに自分探しの旅に行く女は、帰国後下北沢周辺で古着屋とかアンティークショップをオープンするものの、結局経営なんかうまくいかなくて水商売に流れるに決まっとるんですよ。偏見なんだよ。はい、ません、偏見なんだよ。ペンネムサンチョと、当のナギコが、バラ色ダンディで、スタッフの思惑通りに、ニュースに切れてる感じ、嫌いなんですよ。カツカツカツ。ハリモトさんの切れてる感じは棚に上がっちゃう感じは僕は好きですけどね。いいよ、いい感じで炎上しそうな、花トレインと、トランポリンなんてもんはね、どうせ2階に干してある下着を取るための道具でしょう。そんなものを私はスポーツとは認めないんです。勝つです、勝つ。
桃口山へ。と、豆苗を育ててる女って同じ顔だった。偏見がすごい。豆苗を育ててる女だって、みんな同じ顔だ、勝つなって。ハリスさんすげえなー。あっぱれ、張本勲カルタ。このコーナーで張本さんがいろんなことに精通してるっていうのが今評判なんですけどね。ペンネームイエロー軍曹、あっぱれ張本勲カルタ。なんなんですかあの番組は。東京フレンドパークっていうの？ゲームを楽しんでるタレントさんはいいけど、それを見せられてる視聴者はね、大して面白くはないよ。司会の顔を見てみたいよ。勝つだよ勝つ。ついに関口さんに勝つ入れちゃったっていう目の前の。ペンネーム山吹。何でもかんでもね、素人者って名前つけて AV を出しゃいいってもんじゃないんだよ。素人じゃないってのはもう分かってんだよ。せっかく女優が気に入ったのに、素人っていう体裁だから女優名が記載されてない。他の作品の検索ができないんだよ。そんな中でファンザのユーザーレビューの欄で女優名をバラしてる人、逆にね、あっぱれあげたいよ。あれは元も子もないっていう考え方じゃないんだ。もうどの道こんな綺麗な人ですぐに撮影応じてくれる人なんて素人じゃないんだからっていう、もうそれ織り込んで見てんだから、そこと頼むよっていう。すごいわかりますよ。ハリさんもわかっててくれてるね。ペンネーム風前の八つ橋。なぎのおいとまのなぎの髪型ね。なぎのおいとまのなぎの髪型はね、黒木春がやるから可愛いけど、ブスがやったら、ぶどう棚くぐるときに木に引っかかるだけですよ。山梨のブス？本人も見てるこっちも悲しくなるからやらないのが一番ですよ。ぶどう農家の？ペンネームソフィーと双子の姉妹。何の工夫もない食べ残しみたいなまずそうな食事をね、毎日インスタに上げとるアイドルおるでしょ。あんなのはね、早く有吉に反省しろって言われたくて無理やりやっとるんですよ。どうせ今頃料理ベタエピソードをマネージャーと作り込んでるところですよ。大名犬のシェフみたいなギラギラのマネージャーとね。勝つ勝つだよ勝つだ、うん、もうそういう世の中になってきましたか。これは反省会に、有吉反省会に出るためのっていうね、日々積み重ねだよっていう感じのね、なんかこと、だからさ、なんか、お部屋のことをことさら公開してるさ、なんかこう、毒も崩れみたいなやつのブログとかあるんだよね。ああいうの見るとさ、お部屋のことを自覚しちゃってんの変じゃん、なんか。お部屋だって、こんな恥ずかしいお部屋がってなってる時点で、もう、ブログなんか上げるはずないじゃんか。あれ、有吉反省会狙いと見て間違いないよね。大名犬のシェフみたいなギラギラのマネージャーと一緒にお部屋エピソード今作ってんに決まってんだよね。ペンネーム軍手のイボ対ロシア女。あっぱれ張本勲カルタ。なめろうをね、なめろうをね、君にする妖怪だと思ってる若者多すぎるよ。もっと若い人は日本の伝統的な文化を学びなさいよ。勝つ勝つ。ペンネームツポレフ小田原。わ、これ狙われてんな俺。七つもルール考えてバカじゃなかろうかと。もう未だにセブンルールブーム僕終わってないですからね。大体ルールなんてね、きちんと走り込みをするだけでいいんですよ。7個中5個が走り込み。あとの2個は素振り。
こないだなんかね、週に3回チャーハンを食べる、そんなものはルールにしなくていいんですよ。こりゃカツだよ、カツ。これね、狙われたなと思ったのは、ついこの間オンエアされたやつが、なんか、離島のナースみたいな人で、その人のもう2番目か3番目かのルールが、夕飯は週に3回チャーハンって言ってた。だいぶ、でもなんかやっぱりツボなんだよね。ペンネーム、グドンナグドン、ナンパものの AV でね、友達と待ち合わせ中の女の子をインタビューと称してマジックミラーに連れ込むやつあるでしょ。待たされとる女の子の友達のことが気になって抜きに集中できないんですよ。優しい。勝つだよ、勝つ。だからもうすごい始まって熱中して、お前熱中しちゃってきて、ちょっと待てと。入りのところで、今何してんの？友達と待ち合わせ中ですっていう会話があったよね。どうすんのと。その子、お前が今そんなアヘ顔さらしてる間に、アヘ顔さらしてる間にってなんだよ。ねえ、こう今待ってんじゃねえのってことですよね。うん、ペンネーム終電まんじ。泣く泣く、今井メロが出したグラビア DVD22 本すべてを売りに出したのに、値段がついたのはわずか1本で、それも50円でしたよ。いやね、僕の気持ちはどうでもいいんですよ。でもね、彼女の頑張りが50円っていうのはね、勝つですよ、勝つ。ペンネーム汚い手でいじりました。ナゴンのみゆきが。最新を抑えてるね。ハリスさんは最新を抑えてるよね。ナゴンのみゆきがアメトークで出演時にあえて履いていたサンダルと同じものを普通に職場で履いている中年サラリーマンはね、出世できるわけなんかないんですよ。勝つだよ、勝つ。いいな、ハリさんはもうジャンルが広い。ペンネーム御年16歳。中森明菜さんね、あれじゃ外野も二遊間も守れませんよ。野手の間にフライが飛んだ時どうしますか。蚊の鳴くような声で、オーライオーライって言ったってね、この後いいんだよ、飛び込んできた境村にぶっ飛ばされますよ。御年16歳、16歳なのかな、16歳だとするともう歴史書を見ないと。丸山球場で吉村と往来がかかんなくて、中間の打球をね、吉村にもう境村がぶっ込んじゃって、まあほんと大変なのになっちゃったんですから、普段の練習から声出さないとダメだ、勝つって怒ってますわ。ペンネーム焼きうどん、ナポリタンにね、粉チーズを大量にかける女は実家が貧乏なんですよ。ハリさんといえば決めつけだからね。ハリさん決めつけですからね。でもちょっとわかんだよね、あれを。あのさ、たまにさ、ファミレスとかでもさ、ロイホとかのさ、ちょっといいファミレスってさ、チーズストップって言ってくれ制度あるじゃん。なんかあのサラダとかの上にチーズするからストップっつってくれってあるじゃん。あれやっぱり俺の心底にある貧乏臭さが、ずっと止めなければすごい量チーズもらえんだっていう感じになるから、ちょっとわかるね。ペンネーム鈴虫食べた、まだなじゃねえか、面白すぎる。奈良山武士校のババアは、奈良山武士校のババアはね、走り込みをサボっとるんですよ。山に置き去りにされてから走り込みの重要性に気づいてもね、そんなものは遅いんですよ。勝つだ。ペンネームチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい。に、人気 YouTuber を地上波テレビに出したところでね、そんなものに食いつく層は後で違法アップロードされた YouTube で見るに決まってるんだから、大して数字は上がりゃしませんよ。確かに、地上波では地上波でしかできないことをしなきゃダメですよ。勝つな、つって。ハリさん、見識広いわ。ほんとそうだよね。絶対見ようっていう人は YouTube で見るもんね、そしたらね。ペンネームゼリー大好き。
ニュートンはね、リンゴが落ちるのをボケっと見てないで、早く落下点に入らなきゃダメですよ。たとえ間に合わなくても素早く補給すれば、それだけランナーの進塁を防げるんですから。勝つな。軍手のイボ対ロシア女に、西島海ちゃん知ってますか？アイドルマスターシンデレラガールズに登場するアイドルちゃんなんですかね。彼女はいい。水泳をやってただけあってね、水着のような衣装が多いんだけどね、しっかり鍛えられてるから健康的なエロスなんですよ。そんな彼女の SSR が新登場したってんですから、私はガチャをぶん回しますよ。そしたらね、9万円使いました。9万円ふざけてんのかと、私の彼女への愛はその程度だって言うのかと、私に勝つだ。これどっちなのよ。9万円しか使わなかった勝つなのか、9万円まで引けなかったの愛が足りないとしてとか分かんないんだけど、ただね、手広い。アイドルマスターシンデレラガールズ、アイマスにも手出してるからね。ペンネームマーチブラウンに、西野カナっていうのかな、彼女はね、努力家ですよ。あれだけ常に震えるほど体を酷使してトレーニングをしてるっていう。来季は開幕一軍だってありえますよ。ただね、彼女説明書読めとか言っとるでしょ。そんなもの相手選手が読んだらどうするんですか。打ち気満々の時に緩めのスライダーを投げられたら振るって、バレンティンの説明書に書いてあったらどうなりますか。そこは勝つです。ペンネーム大自然守るに、乳輪がでかいのに貧乳って走り込みが足らんのですよ。ペンネームイエロー軍曹、ぬいぐるみを抱きながらじゃないと寝られないのと言ってくる女ね。そんな女は公営団地の抽選に応募しても外れますよ。決めつけがひどいんだよ。決めつけに根拠がなくなってきちゃってっかね。ペンネーム八五郎、ぬいぐるみのクマを抱えてね、コンビニのバイトのシフトを1時間以上も遅刻して起きながら、このクマタンがなかなか起きてくれなかったのダメな子でちゅねーとか言い訳するような、ブーマーウェルズそっくりのアラフォー女。なんかね、来るなり長ぐそかましてる間にクマをフライヤーにぶっ込んでやりゃいいんですよ。ハリさん、後で大変なことになりますから。タイムカードをして長ぐそぶっ込んで戻ってきたところに、フライヤーでクマタンがジャーってなってたら、いろいろ大変なことになりますから。ちょっとバイオレンスがひどい。ペンネームソフィーと双子の姉妹。ぬくみず陽一ね。あの人、ハゲとか抜けるのワードに対して、返しがね、しっかりしすぎててね、サンマコーチの怖い顔が毎回ダブるんですよ。きっとジミーちゃんと同じでね、飲み会や合コンで何度もサンマコーチに厳しく実践で仕込まれたんだろうけど、前にね、周りに突っ込む芸人さんのいないロケで、女優さんの無意識に発したワードに反応して、変な空気になっておりましたよ。勝つな。ペンネームトタケケ、ネロはダメです。パトラッシュにばかり牛乳を運ばせて足腰の鍛錬を行うから開花コンクールで落選するんですよ。ちゃんと体を鍛えてればね、風車小屋が火事になっても疑われたりしないんですよ。勝つです、勝つ。ペンネーム、チンユーちゃんね。ネクロマンサーなんてね、狩猟魔術を行う
術師なんてろくなもんじゃないですよ。そんな魔術なんかやってないで、外で野球をしなさい。ペンネーム、マーチブラウンの、のぐそをしてる最中にスマホをいじってたら、たまたま品川博士の映画表を見つけたんですよ。最初は我慢して読んでたんですけどね、深作さんの作品がタランティーノに与えた日本的な良き伝統や影響を、今僕らが返してもらうっていう感覚ですね。のあたりでね、ゲロ吐いちゃいましたよ。勝つだ。ラスト。ペンネームピストルチョコ。の、のぶツッコミをする大学生はね、みんな裏口入学に決まっとるんですよ。勝つだ。もう癖が強いから始まり、なんとかじゃーみたいのも、今皆さんね、多用なさっててね、どうせ裏口入学なんでしょ、みんな。ね。じゃあ行きますか。まずはこちら。あっぱれ張本伊佐尾カルタ。ペンネーム習慣敵を作る。は、爆弾岩って言うんですか？ちょっとダメージ与えただけですぐ爆発する。我慢なさいよ。しかも仲間の爆弾岩も爆発？最近の若い輩は自分の意志もなく他人のやることに流されて勝つですよ。おかげでこっちは全滅なんですよ。勝つな勝つ。ドラクエもやってるという。ペンネームグドンなグドン。は、ハリウッドザコシショウはね、面白いんです。それはいいんですがね、ハリウッドザコシショウ面白いって言ってる女はほんとつまらんのです。いる？いる？ビーチ部にいる？千川のビーチ部にいるの？勝つだ、勝つ。ペンネームマーチブラウン。は、羽生結弦選手の演技の後ね、プーさん投げてるおばさんいるでしょ。全くもって投げ込みが足りておらんのですよ。ゆずくんのところまで、ゆずくんだって。ゆずくんのところまで届いてないでしょ。演技の前から、前の座席のおっさんの後頭部に思いっきりぶつけるとかして、しっかり肩を作っとく。肩作ってからマウンド立ちなさいよ。勝つな。ペンネームボールペン返して、は、ハイエースの運転席に疲れた感じの中年男が乗っておって、後ろの席にその男はおよそ不釣り合いな毛羽目の女が座って退屈そうにスマホなんかいじってますとね、これすぐにデリヘルの送迎車だって分かっちゃうんですよ。勝つだ。ペンネームボールペン返して、は、バカな大学あたりのテニサー出身の癖して侍ジャパンの欠点をあげつらって野球通ぶってる会社の上司ってのはね、日曜早朝のテレビで自分の専門分野でもないスポーツに対して根性論や印象論で偉そうに講釈を垂れてる野球解説者と同じなんですよ。勝つだ。ペンネームケイちゃん、は、ハズキルーペをね、ご自由にお試しくださいってね、歯医者の待合室にありますけどね、あれはかけてみろってことですか、ケツで踏んでいいってことですか、わからんのですよ。勝つな。でも確かにそうだよな、歯医者の待合室にあってお試してみてくださいって書いてあったら、やりたいのは座る方だよな、絶対。ペンネーム、仮面のブサイク、は、ハリさんにカツられるをどうしてやらないの？ NHK は。カツだよ。
決めつけ系ねえかな。ペンネームゼリー大好き。は、花丸うどんで天かすを持ってる時に、早く買われよみたいな視線を向けてくる、小太りのスウェットの女ね。こんな奴はね、タッチバックでバージンを失ったに決まってんだ。勝つな、勝つなよ。森でな、森で。俺が立ちたけど、今の森でなは。森でなは今俺が立ちたけどね。ペンネームあの日知恵熱が出たんだ。は、ハンドベルを結婚式の余興で披露してる三人組の女ね。どうせ真ん中の我が強い女に強引に誘われて、両端はね、いやいやなんですよ。どんと決めつけてくるからね。これ読んじゃった、ハリオでこれ読んじゃったら終わりかもな。だってハリさんが決めつけてんだから。ペンネーム、風前のやつはし。は、ハゼを LINE のアイコンにしてる女はうんこが長いに決まっとる。これダメだな。これはダメだな。これを読んじゃうと終わっちゃうから。ペンネーム、ボールペン返して。は、ハードオフのジャンク品コーナーにあるミニコンポから AM アンテナを外して万引きしたのが店員にバレて、重たいデコチャリを漕いで逃げる途中にアキレス腱を切ってしまう無職に限ってねえだって。限ってねえが限りすぎだよね。ツイッターで自分をフォローするときは挨拶をしろだとか、勝手にリツイートするなだとか、人一倍ルールにはうるさいもんなんですよ。勝つ勝つ、うん、ペンネーム謎解きポテト。は、バカリズムのことをね、マスノさんマスノさんと呼び続けて側近の人間をアピールする元アイドリングのメンバーね。詳しいなぁ。ハリスさん詳しいね。ファンすらも興味のないサラダの写真をインスタに上げてる暇があったら血まめできるぐらい素振りなさいよ。勝つな。ペンネーム形状記憶老人。日日高屋の隣の席で恋愛上級者的な立ち振る舞いをする厚み清フェイスの女がね。ほら、私ってさ、男に尽くすタイプの人間じゃんって話していたんですがね、あの手の女は音がでかい上に臭い絵を濃くに決まっとるんですよ。バーブーバーブーっておならだから、こんだけ音が大きければ臭くねえだろうと思ったら強烈臭いっていう。ペンネーム七種のアデリーペンギン。ヒグマね、打率が悪すぎるんですよ。遡上してくる鮭なんてじっと構えて待ってら必ず甘いコースに来るんです。ブンブン腕振って空振りばっかでもったいない。パワーはあるんだからね、鮭をしっかり見極めて引きつけて手出ちゃ確実に仕留め切れますよ。私が今現役のヒグマだったら4割は打ってますよ。勝つ、勝つな。あの、全部の鮭に目いっちゃうから。ね。外角ギリギリからさらに外に曲がってく鮭を空振りしてる間に、甘い鮭がすごい来てるからね。ペンネーム、ウルトラマンキダ太郎。もう一行目面白いわ。ひよこ豆のカレーを食べただけで簡単にインドに行った気分に浸れるような女だった。こういうやつがこのインド豆のひよこ豆のカレーを出してるインド料理店のレジ横にあるお香を買って帰るんだよ。これ俺のだよ。俺の偏見だよ。ひよこ豆のカレーを食べただけで簡単にインドに行った気分に浸れるような女は、ガンジス川の水を飲んでお腹を壊しなさいよ。勝つだよ、勝つ。詳しいな、ペンネーム、にえゆ500杯、ひ。PC エンジンのカトちゃんケンちゃんに勝つだよ。志村はね、スリップしすぎなんですよ。あれは太ももの筋肉が全然できてない証拠です。走り込まないと勝つです。
絶好。今日ボールペン返して、ツボ来てんな。不活エリを憧れの女優にあげるような若手女優はね、何か言ってるようで何を言ってるのかわからない演技論を、乳酸菌の記事が多い女性誌のインタビューで披露するのが関の山なんですよ。なんか僕の中でのツボは、乳酸菌の記事が多い女性誌っていうのはすごい好きなんです。なんかあんだろうね、健康法から何から全部乳酸菌なんだろうね。ペンネーム、ソフィーと双子の姉妹、ブレスオブザワイルドやっとりますがね、リンクの頑張りゲージが短しすぎるんですよ。リンクの頑張りゲージが短すぎるでしょう。なんでちょっと走ったり岩場を登っただけですぐに息切れしとるんですか。時のオカリナのリンクなんてずーっと走れましたよ。焚き火とかじゃなくて、ちゃんと春からキャンプをしなさい、キャンプを。ちゃんと体を作らなきゃダメだよ。カツカツ。さあ、この辺で皆さん決めつけが欲しいと思いますんで、ドラクエで言うとスライム、ベリーショートの女はね、ペット禁止のマンションに住んどるくせに、自分の判断でハムスターはよしなんて言って、なんて言って勝手に飼って、元彼の名前をつけて、しつけと称してひどいことをしとるに決まっとるんですよ。勝つな、勝つ。ペンネーム、スパニッシュフィーバー。法政大学の応援団が応援で使っているアルプス1万弱あるでしょう。あれ、毎年チアの振り付けが変わるんですがね。私個人としては2016年の振り付けが一番可愛かったから、あのまま変えては欲しくなかったですね。ドラフト候補のうぐさくん、知りませんよ。試合中はチア見てんですから、勝つな。ペンネーム、終電まんじ。ほろほろになるまで臭い味噌と生姜で煮込んだ牛もつを、東京生まれの慶応大卒の女子アナが、懐かしい味とか言いながら食べてましたよ。あれの良さはね、子供の頃に金玉を引っ張って遊んだこともない奴には分かるわけがない。勝つな。ラスト。ラスト。風前の八つ橋。ボンビーガールはね、冒頭のゲスト当てクイズが長すぎるんですよ。こっちは上級ガールを楽しみに見とるんだからね。ぶっちゃけクイズなんかどうだっていいですよ。勝つな、勝つ。確かにね、あんまり興味持てないよね。で、しかもさ、なんか衝撃団から今その割と個性派俳優になりましたみたい人のボンビー話はなるほどって思うんだけど、お前なんか取ってつけたようなやつだなっていうねやつもいますからね。さあ、それではいきます。まずはこちらから、あっぱれー張本勲カルタ。さあ、魔行ですね。ペンネーム、地平をかけるブスを見た。マジックミラー号の、マジックミラー号の撮影場所を特定して、聖地巡礼したところで、孤独な大学生活の埋め合わせなんてできんのですよ。勝つな、勝つ。ペンネーム、チンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい。マリッジブルーなんていうのはね、走り込みが足らんのですよ。オフにしっかり自主練して自信をつけておいたら不安になんぞならんのです。もうマリッジブルーも走り込み、大体走り込みか素振りが足りてないですからね、ウェイトなんかでつけた筋肉はもうそんなものはダメですから。だからバット振る筋肉はバット振ってつけるっていう考え方ですからね。ペンネーム、イエロー軍曹。丸亀製麺の天ぷらコーナーでハムカツとちくわ天を大量に乗っけてる女はね、将来急に農業をやりたいと思い立って地方に移住しても
イノシシに畑を荒らされて金にならないまま戻ってくるに決まっとるんです。なんだよそれ。勝つな。ペンネームボールペン返して、ま、魔改造した総流アスカラングレーのフィギュアをネットオークションで落札してしこるなんていうのはね。何の局面でコメントを求められたんだよ。魔改造した総流アスカラングレーのフィギュアをネットオークションで落札してしこるなんてね、今の若い人は楽をしすぎなんですよ。私らが若い頃はね、一枚のプラ板から初代バーチャファイターのデュラルみたいなカクカクのフィギュアを作ってね、無理やり想像で抜いたもんですよ。勝つな、勝つ。久々にバーチャファイターのデュラルって思い出したな。あのピカピカの人でしょ、なんかステンレスでできてそうな人でしょ。最初のバーチャファイターとか今見ると笑っちゃうぐらいカクカクなんだけど、あれはすごいすごいことが起きてると思ったよね。ペンネームキャンディーウォーホール、マチュピチュ行きたい、マチュピチュ行きたいが口癖で、休日になるとホットヨガやら岩盤浴やらをやって、その後カフェでフラペチーノなんかをすすって生きてるような女はね。どうせ実際にはマチュピチュにも行かないし、エスニック雑貨のお店で買った悪趣味な置物を飾った部屋でお香でも炊きながら合コンで知り合った雪吊りの男とのセックスに人生を消費してね。辛口だよ。野球選手に言うよりも辛口だよ。気づいたら虚しさだけを残して老けていくに決まっとるんですよ。辛い辛い辛い。勝つな、勝つ。ねえ、あっぱれ張本勲からと。釧路ダンディ、マギー真嗣ね。でっかくなっちゃった。だなんてね、偽物使っちゃいけませんよ。耳立て伏せを毎日500回すれば、自然と耳なんかね、大きくなるんですから。勝つだ、勝つ。ペンネーム同じく釧路ダンディ、マック鈴木ね、もっと嫁さんをコントロールしないとダメですよ。小原雅子がもう自分はミラジョボビッチクラスでござい、ぐらいの目線から物を言うようになってるんですよ。こんなもの大勝つだ、大勝つ。ペンネームゼリー大好き、マチコンのフリータイムで白目向きながら墓を踊るような女とはね。いないっつうの。飲み友達以上の関係にはなれませんよ。マチコンのフリータイムで白目を向きながら墓を踊る女とはね、じゃねえ。いないんだから。ペンネームソフィーと双子の姉妹、マヤ文明なんてね、どうせ走り込みしないから滅びる。どうせ走り込みをしないから滅びたに決まっとるんですよ。走り込みしとけばね、走り込みしとけばダメなんですよ。あのいくらね、あのウェイトトレーニングのマシーンで足腰やってもね、それはもうあの体幹が鍛えられてないから、走り込みが足りないからね。え、あれちゃんと走り込んで未だにマヤ文明は続いてるわけですから。ペンネーム田中福郎、まあまあ可愛いし、写真が多少加工されていたとしてもこの子はありだなって女の子を風俗で指名したんですがね、なのにまさかの持田コシヒカリタイプ。ハリさん詳しいな。持田コシヒカリいけてんだ。そんなトラップありますか。顔から下がデカすぎるんですよ。スマタの感想が重たい。スマタの感想が重たいなんて言語道断ですよ。もっと走り込めな、最初に。もっと走り込んで痩せろ。勝つな、勝つ。
ペンネームチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい。魔界村ね。主人公のアーサーが弱すぎるんですよ。ナイフとか槍とか使って何刀流か知りませんけどね。私が主人公ならバット一本でレッドアリーマーをぶちのめしてやりますよ。いやー詳しいなハリーさん。習慣敵を作る。ま、マクドナルドでハッピーセット頼んだんだがね、おもちゃ先によこしなさいよ。ポテトとバーガー待つ時間におもちゃで遊べば時間が潰せるでしょうが。勝つな。ペンネームチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい。ミラジョボビッチ君はね、いい足腰をしてますよ。けどね、そのバックを守るゾンビ君たちは何ですか。ダラダラ走ったり足を引きずったりして、もっと走り込みをして下半身強化しないと勝てませんよ。勝つな。うん。形状記憶老人。もうハリさん何の評論家なのかもうわかんないからね。耳当ての部分がウサギの顔になってるタイプのヘッドホンをつけてる女なんてね。出ますよ、偏見出ますよ。耳当ての部分がウサギの顔になってるタイプのヘッドホンをつけてる女なんてね、駅の公衆便所のコンセントからスマホを充電する電気泥棒に決まっとるんです。ペンネーム汚い手でいじりました。道端アンジェリカの夫に勝つだ。魔行の読み札募集の週に逮捕されてるんじゃないよ。いじりづらくなるだろう。勝つな勝つ。ペンネームケイちゃん。三つ編みメガネのガリベン処女の陰毛がこんなに整えてあるはずないだろう。まあそうですよね。ハリさん怒っちゃったんだね。こんなきちんとしてるわけないだろうっていう。こんな味のりみたいにピッってなってるわけないだろう。何の用意なんだお前はって。設定守れ設定っていう。ペンネームボールペン返して。無敵デビューした後で、グラドル時代の画像をググっても後の祭りなんですよ。ちゃんと売れない時代からソフマップの DVD 発売記念サイン会に参加して、水着姿を脳裏に刻んでから、寝耳に水の無敵デビューの流れじゃなきゃ、一人前の無敵ストになんかなれないんですよ。勝つだよ。ペンネームソフィーと双子の姉妹ね。目玉焼きを作るたびにキッチンタイマーをスターティーンなんて言って押す主婦はね、どうせ人妻風俗でもリンゴ型のタイマーをスターティーンつって押してるに違いないんですよ。勝つな。あーなんかスターティーンつってボタン押すやつイラッとすんな。今もう旬なんだろうね。今旬だろうね。スターティーンって言いそうだな。カラオケとか行ってスターティン言いそうだな。ペンネームホリホリキッズ。モンスターハンター、今オンラインで繋いでギルドに参加してるんですけどね、 PS4 プロを使ってないプレイヤーのリロード時間が長すぎて話にならんのですよ。せっかくのオンラインなのに私だけが早くモンスターと戦わなきゃいけないなんてやってられるのですよ。463のダブルプレーと一緒ですよ。セカンドがベースに入るのが遅いと試合が壊れるんですよ。急に野球急に。ペンネームモナカ。もうキャリアウーマンネタを見る機会もなくなったっていうのにね、ブルゾンチウミをなんとなくいい女扱いしないといけない空気は何なんですか。本人も本人で、滝沢カレンの横でそれを甘んじて受け入れてるんじゃないよ。勝つな、勝つ。まさかの金田正一さんと知り合いなんだよね。だからなんかその、バイト先に金田正一さんが常連ですげえ優しい声かけてくれたからって言って、でなんか虫の知らせで朝、金田正一さんに電話したんだ、久しぶりに。
そしたら亡くなってるってことを知ったんですって書いてあって、なんか、そんなとこ繋がるっていう。ブルゾン千恵美と金田正一っていう。ちょっと腰抜けるぐらい面白かったなぁ。ペンネームヒメルテア、も、木曜日深夜にやってるじっくり聞いたろ、じっくり聞いたろに出てるグラドル連中ね。ハリさん見てんだよなぁ。木曜深夜にやってるじっくり聞いたろに出てるグラドラ連中ね、冒頭で今日のメニューを読み上げるところ、グダグダじゃないの。そこ以外に大した見せ場もなく、カウンター付近でただ笑ってるだけなんだから、それぐらいの文章はスラスラ読めるようにスタジオ入り前からきっちりと練習しなさいよ。勝つだよ、勝つ。なんでこんなの見てんだろうな。ということで今日もいろんなジャンルに精通しているハリさん。来週のチャレンジはこちらです。久しぶり。あっぱれ！あっぱれ張本勲かるた！まあ、張本勲さんに世の中いろんなことについて喝を入れてもらおうというテーマのかるたです。この間関口博さんにお会いしましたけど、どうすかって言ったら、あの張本さんがまあこれは炎上するぞって話始めるとき、あのあるじゃないですか、どうですかって聞いたら、ああ始まっちゃったなーと思ってるってた。でどんなに張本さんが大暴れでも司会ってものはさてっつってカメラの方向いちゃえば、あ終わらせられるからってた。ね、例題です。こうやって二軍にいる間、例えばね、ガンダム送ってくれた人とかは、あの、例題として読まれます。で、例題として読まれた時にはですね、サイン入りで深夜のバカ力カードを差し上げております。あっぱれ、張本、伊佐カルタの魔行。そうですね。ペンネーム、ウルトラマンキダ太郎、マダガスカルを見つけるのに、毎回どんだけ時間がかかってんの、ゴージャス君。いい加減場所を覚えなさい。地球にマジックで書くなり、虫ピンを刺して置くなり、いくらでも対処できるでしょうが、勝つだ、勝つ。ペンネーム単勝総言さん。ミンティアやフリスクを常に持ち歩いてるやつに限って足が臭いに決まっとる。しまったっていう、人を呪わば穴二つだっていう感じの、もう常に口臭気にしてミンティア食ったりフリスク食ってんだけど、足が臭いに決まっとるよ。ペンネーム汚い手でいじりました。水川塊そっくりな見た目の衝撃弾の女と、やってかさ、張本さんのキャパが広すぎるんだよね。守備、現役時代の守備位置狭かったけどね、守備範囲。狭かったけど、特に晩年。いや、守備範囲広いわ。水川塊そっくりな見た目の衝撃弾の女と、カジサック気取りの自称 YouTuber 芸人の男のカップルがね、否認なんぞするわけありませんよ。勝つな、勝つ。それで幸せな家庭を築けばいいでしょうよ。ねえ。さあ、ということで、次回の対戦カードは、劇場版深夜のバカ力カルタ作業 VS、あっぱれ張本伊佐カルタ魔行になります。あっぱれ張本伊佐カルタ。とにかくこのカルタで驚くのは、僕は張本さんは野球以外は詳しくないと思ってて、で、そして野球以外のことに関しても見識が深い。魔行ですけど、ペンネームせやかて工藤、マッチングアプリのプロフィール画像に胸を強調した写真をアップしとる女で、一瞬で桜だとわかるんですよ。そんな奴はね、すぐ、私を有料サイトに誘ってくるに決まっとるんです。勝つな、勝つ。お詳しいね。ペンネームヒメルテア。マヤミキさんね、他人に対しては、諦めないでって言っとったくせに、ビビットが終わるとなった途端に、なんか流して番組をやってたように私には見えたんですけどね。ハリさん偏見だよ。勝つだよ、勝つ。ペンネームダックス。
魔法トーンを唱えられたぐらいで魔法が使えなくなる魔法使いなんてのはね、走り込みが足りてない証拠なんですよ。大体あの、春松さんのパターンとしては、走り込みが足りないか、素振りをしてないか、大体どっちかっていうね。ペンネーム、チンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい。松田優作くんね、腹を撃たれたぐらいで騒ぎすぎですよ。私らが若い頃はね、何でも唾つけて直したもんですよ。第一ね、日頃からしっかり腹筋を鍛えとったらね、あんな豆鉄砲内臓まで到達しやしませんよ。カツだ。なんじゃこりゃー。うるさい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 。唾つけときゃ治るんですよ。ペンネーム、忘却のための試論。マイナー性癖だからってね、ファンザさんね、男が乳首を責められる動画を、その他のフェチにまとめるんじゃないよ。検索すると、スカトロとかと一緒に引っかかって不便なんだよね。かといってね、乳首攻めでワード検索かけると、女優が乳首攻めされてる動画も混ざるし、これ全く別物だから。勝つだ。勝つ勝つ。大勝つだ。なんか AV お詳しいんですよね。あの、ここのカルタの張本さんね。ペンネーム、マスメディア大好きっ子ちゃん。マジックミラー号っつうのはね、中からは外が見えて、外からは中が見えないってだけで、防音してるなんて話はね、聞いとりませんよ。なのにあんなにあえじゃ、外で待ってる彼氏に声聞こえちゃいでしょうよ。勝つな。ペンネームスパニッシュフィーバー。マジマンジですよ。今年のファイターズ。まだ完成してない清宮を4番で使ったって威圧感がないから、相手ピッチャーからしたら、アザマル水産よいちょまるでしょ。広い。守備範囲が広い。ペンネーム焼きうどん。マンモスね。どうせ走り込みが足んないから絶滅したんでしょ。勝つ、勝つ勝つ。ペンネーム、オウメガワオメガ、ミミックっておるでしょ。ドラクエに出てくるあの宝箱に化けたモンスターね。箱開けたらいきなり襲ってくるってこれ非常識だよ。恵まれたステータスを持っとるんだから、こそこそせずに、真正面からぶつかってきなさいよ。勝つだよ。ドラクエも詳しい。ペンネームチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい。みじん切りをするときに、左手は猫の手にするニャンとか言ってる水着エプロンで料理する YouTuber の女はね。ハリさん見てるね。左手は猫の手にするニャンとか言ってる水着エプロンで料理する YouTuber の女はね、欲しいものリストの商品の10個ぐらい買ってやれば簡単に落ちるんですよ。勝つだよ。ペンネームそろそろ旧姓中山。ミサンガなんてね、走り込みをすれば自然と足が太くなってってちぎれ飛ぶんですよ。つまり願いが叶わねえなんて言ってるやつは走り込みが足らんのです。理論的ですよね。理論的ですよ。あれ縛って走り込みしてりゃ絶対切れるわけですから、で切れるってことは願いは叶うってことですから、願いが叶わないやつ、すなわち走り込みの足りないやつなんですよ、それは。ペンネームおぬす。見た目で人を判断しちゃいけんけどね、ヌーブラをひっくり返して日本酒を注いで飲んでる女にはろくなやつがいないんです。そりゃそうだろう。そうでしょうね。そうでしょう。多分それ偏見とかじゃないと思いますよ、ね。ペンネームダックス。室伏浩二はね、トレーニング不足なんですよ。同じところでぐる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 回って、あんなものは走り込みのうちに入れませんよ。せっかくの思いもすぐに放り出してしまう。
そう、グランド一周とかね、グランドを十周するならわかりますけど、女にあんな小さい半径1メートルぐらいのところをね、何十周したってね、そらランニングのうちに入らないですよ。ね。あとせっかく何キロかあるね、重りを持ってんだから、あれをずっと持ってグランドを走れば、それは鍛錬になりますけど、すぐ放り出す。勝つだよ。ドリンクバーメモリー。村上春樹がノーベル文学賞を取れないのは走り込みが足りないか。ペンネーム三丁。無印良品で働くような女は、フードコートでラジオのネタを書いているやつをゲロ扱いしますよ。ペンネームウルトラマンキラ太郎。村人全員嘘つき村かどうかを確かめるのにはね、質問なんかしないで。よくある、なんだっけ、村人が、嘘つきだけしかいない嘘つき村に行って、二人いんだよね。どっちかが嘘つきのやつだよね、がいて。あなたは嘘つきですかって聞いたら、もうそれでいいんだっけ。あなたは嘘つきじゃないですよねって言うんだっけ。なんかそれを聞くと一発でわかるみたいな。パズルあるよね、そういうやつね。で、村人全員嘘つきの嘘つき村かどうかを調べるのにはね、質問なんかしないで、本当のことを言うまでバットで殴り続ければいいんです。ペンネーム、クシロダンディム。昔はね、練習中に泥水すすってもぶっ飛ばされたもんですよ。何が水素水ですか。藤原紀香に勝つな、勝つ。2時43分ですよね、今ね。ならいいかな。飯を食べる前にいただきますを言わん女はね、フェラをした後もごちそうさまを言わんのです。フェラをした後、ごちそうさまっていう女怖くない？ごちそうさまでした。それは礼儀正しい女じゃないよね。ちょっと怖いよね、なんかね。手だれすぎて扱いきれないよね。ペンネーム田中袋、メイド服着て、前髪揃えて、ぬいぐるみ抱いて、フリフリの日傘を差してる、ちょっとだけ可愛い、お姫様気取りの女。お前家貧乏だろ。出た。偏見出た。偏見出ましたね。身の丈に合った服着ろだって。身の丈に合った服着ろ。身の丈に合った傘させ。勝つだなって。ペンネーム、オバトデニーロ。桃太郎さんね。猿だの、キジだの、犬だの、よそから取ってきた選手ばかり使って勝ってもね。そんなんじゃファンは納得しませんよ。ちゃんと生え抜きを育て上げてから、鬼ヶ島に来なきゃ勝つだよ。勝つ。ペンネーム、ロヒニク、モグライダーが一押しとか言ってる、私お笑い分かってます感が、全身から滲み出ている女となって。ハリさん、どんだけ詳しいんだろう。モグライダーが一押しとか言ってる、私お笑い分かってます感が、全身から滲み出ている女と、大泉洋と室強を足して2で割ったような面した男のカップルなんて、昼間からパチンコ屋の駐車場でカーセックスしとるに決まっとるんですよ。ラスト、グドンなグドン、黙々とペダルを踏み続けなさいよ。悪夢自転車程度の快楽に負けてるんじゃないよ。この人妻に勝つだよ。歯を食いしばって焦げと。ね。案外言ってんじゃないと。弱音を吐くんじゃないと。弱音じゃねえっつ。悪夢自転車こいで案外言ったら弱音じゃねえっつ。さあ、今週もリスナー投票で勝ち残るカルタを決めます。劇場版深夜のバカ力カルタが勝ったと思うなら、メールの件名に漢字で劇場版。あっぱれ張本勲カルタなら、メールの件名に漢字で張本勲と書いてください。で、メールの本文に住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、これからかかる曲の間中送ってください。投票一人一回で抽選で3名様にバカ力からカードをプレゼントします。メールアドレスは baka@tbs.co.jp。baka@tbs.co.jp です。
はい、受付終了です。では結果発表します。劇場版深夜のバカ力からカルタ421票、あっぱれ張本勲カルタ471票、勝ったのはあっぱれ張本勲カルタ。さあ、勝ったあっぱれ張本勲カルタ、野行ですか、野行。張本勲さんに世の中のいろんなことについて喝を入れてもらおうがテーマのあっぱれ張本勲カルタ。もう野行ですね。野行終盤です。で、対する予選ブロックから登場のカルタは、ほらほら、あれな、もうあれ、ほら、喉まででかかってんだけど、これそもそもの発想は、電気グローブの石野卓球士が、ゴースト、映画のゴーストが思い出せなくて、ほらほらほら、お化けがろくろを回すやつって言ってた、あの雑なやつがきっかけなんですけど、ね、こうどうしてもこうド忘れしちゃった時の雑な、ね、雑なヒントがテーマのド忘れうろ覚えカルタ。こちらも野行ですね。野行入って結構こう難航してる感じですかね。それじゃあ行きましょうか。まずはこちらから。あっぱれ張本勲カルタ。とにかく守備範囲が広い張本勲さんの いろんな世の中の事柄に対して喝出してますからね。ペンネームスパニッシュフィーバーさん、いや、ヤフー知恵袋の回答欄でそれぐらい自分で調べたらどうですかとか無駄にマウントを取ってくるやつはねそんなことにも怒りを感じてんですね。ヤフー知恵袋の回答欄でそのぐらい自分で調べたらどうですかとか無駄にマウント取ってくるやつはね、風俗行ってさんざっぱら射精した後ジョーにこんな仕事してちゃダメだぞとか偉そうに説教するやつに決まってんだ決まってんだの後ですよ。やっぱ野行まで来るとすげえなと思うんですが、決まってんだ、死にゃいって書いてるから、やだ、勝つなっつう。最後は勝つだから。基本、このカルタは。野行まで来たらもういいだろうじゃねえんだよ。最後、勝つだからね。ペンネーム、マスメディア大好きっ子ちゃん。やりちん男と、誰とでも寝る女が、自分の過去を正当化するために言う、田舎はセックスしかやることがないっていうセリフ、私は大嫌いですよ。素振りと走り込みもロックスポしてないのに、それ以外やることがないってのはどの口が言ってんだ、下の口が勝つなんだよ。だから最後は勝つの決まりだから、そうじゃないともう関係なくなっちゃうから。張本さんがまあまあ一応走り込みと素振り入れましたから、まあまあギリギリ OK ですけど。ペンネームボールペン返してあっぱれ張本勲カルタ。いや、ヤンさんの懐かしいね、ヤンさんね、ヤングサンデー、ヤンさんのグラビア出身なのに尖った深夜ドラマで当たり役を得たおかげで化粧品の CM に起用されるまで出世した、若手女優というのはねヤンさんのグラビア出身なのに尖った深夜ドラマで当たり役を得たおかげで化粧品の CM に起用されるまで出世した若手女優というのはね、アナザースカイのインタビューの最中に突然泣いたりするんですよもう文句なのかどうかもわからないですよ。勝つな、勝つ、誰とかなんだろう、なんとなくわかるような気がするよね。そんなに予算はかかってないけれども、チャレンジ枠のドラマみたいのにちょっとこうやべえ役でもあるから引き受けてもギャランティー的にも少ないけど、一丁やってみっかがうまくいったケースだよね。でそっか、一気に女優っていう感じになって、でまさかのアナザースカイのインタビューまで来て突然泣くっていうねまだ、これなんか、なんと理屈が通ってるからいいですけど、ペンネームピストルチョコ。いや、焼き芋をスプーンで食べる女はね、荒野行動ばっかりして人の話を聞かないに決まってるんですよ。もう関係ねえ。勝つ。勝つな、勝つ。
なんか気になるニュースでもあんのかなとか、ね、誰かと LINE してんのかなと思ったら、荒野行動やってやんの。俺が話してんのに。ペンネーム、鈴虫食べた。山手線に勝つですよ。山手線かな。前任者すげえうるさかったから、もう前任者に怯えてるからさ、必ず鉄道の読み間違いとかすげえ怒るから。なんかさ、今回もさ、その姫路の方行って、で、そのドラクエウォークやってる時にさ、もう習慣だからさ、俺が乗ったことない電車の、すごいアップの、横のラインだけを、すごいアップにした写メ撮って、前任者のその、構成渡辺くんに、何の電車だっていうメールしたら、それがわかんねえのが悔しいらしくて、びっくりするぐらいの量のメールで質問が返ってくるんだけど、こっちがその、電車クイズの難易度調整がわからないじゃん、電車に詳しくないから、もうすごい、こう、どうしようと思って、火ついちゃったと思って、何々線か何々線か何々線でっていう、その紫のラインとこれの組み合わせはみたいな、もう、ずーっと、ずーっとラインがキロン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 言ってんのよ。これで見るたびにすごい熱くなっちゃってて、これもあり得るみたいな話書いてくるから、でしょうがねえから次乗った電車のまたすごいアップやって、続いてこれに乗りましたって言った時に、急に簡単になったらしくて、自信満々に何線に決まってるみたいな話すげえ書いてきて、まあ久々に連絡を取ったことを後悔しましたよ。山手が正しいの？恋の山手線、恋の山手、まあ、山手線かな、鈴虫食べた、山手線に勝つですよ。ただでさえちょっと走っては休憩、ちょっと走っては休憩してんのに、高輪ゲートウェイですか？また新しい休憩スポットを作って、そんなんじゃねえ、走り込みの効果が薄れるんですよ。勝つな。正統派、素晴らしい。ペンネーム、マスメディア大好きっ子ちゃん。張本勲かるた。いや、優しいお笑いとか、誰も傷つけないネタを褒める流れで、そうじゃないネタを遠回しに批判している奴らはね。じゃがりこの容器に書かれている、食べ出したらキリンがないっていうイラストで、笑い汁に決まってるんですよ。勝つな！いるよね。なんか、すごい敏感に、その、人を貶めてまでの笑いが欲しいかみたいな。私は一切笑えませんけども、みたいな。ね。で、下手するとエスカレートしすぎて、その攻撃がきつすぎて、俺は死んでもいい感じになるんだ、みたいな。ね。お前のその、すごい抗議が優しくないけど、それは大丈夫なのかみたいな。ペンネーム。レバノンワイン。いや、薬膳料理を自炊して、インスタに写真を、張本さん嫌いそうだな、おい。違う違う、俺たちの中の張本さんであって、張本さん自身は嫌いじゃないよ。薬膳料理を自炊して、インスタに写真アップして、健康志向をアピールしている女はね、セックスが淡白に決まっとるんですよ。確かにそんな感じはするわ。もっと脂身をガツガツ食って荒っぽいセックスをしないとダメなんですよ。勝つな、勝つ。ペンネーム、スズムシ食べた。いや、ヤギの血が手に入らなかったからって悪魔召喚の儀式を諦める最近の若者に勝つですよ。足りないものがあるならマグロの刺身から出たドリップを使うとか工夫でどうにかしてみなさいよ。勝つな、勝つ。ペンネーム、服部三世。いや、ヤンキーが更生してね、今は人のためになるいいことやってますって言ってるような奴がね、私は大嫌いなんだよ。どうせお前らなんだろ？ 20 年ほど前に、大和田信也を親父狩りした若者ってのは。大和田信也はね、半年で3回も親父狩りに会ってるんだよ。学習能力のない大技に勝つな、だってこっちなんだ。そっちか、最後そっちか。ハリさん、ペンネーム、時間軸を歪めるもの。いや、邪馬台国の卑弥呼ね。邪馬台国の卑弥呼ね。
たるんどりますよ。作物を育てるために雨乞いをするっていうじゃないですか。雨雲なんてね、素振りを10万回ぐらいやれば上昇気流が発生して勝手にできるもんなんですよ。それをわけのわからない祈りだけで済ませようなんてのはね、勝つですよ、勝つ。ペンネームそろそろ旧姓中山。いや、野球は始めるのにお金がかかるなんて人が、野球は始めるのにお金がかかるなんて言う人がおりますけどね。走り込みが足らんのですよ。グローブはめて、バット担いで、キャッチャー道具一式身につけて、スポーツデポの店員から逃げ切れば全部タダで手に入るんですから。ダメだよ。まず走り込みして逃げ足をすごい早くしてからじゃねえよ。勝つな勝つ。続いて。ペンネーム、風前の八つ橋。ヤゴが、トンボの幼虫のね。ヤゴが、中高を通して唯一の友達だった童貞はね、将来、さかなクンみたいなタレントか、生物学者になれなきゃダメなんですよ。ヤゴくんですよ、ヤゴくん。ヤゴくんでなきゃ勝つな。ヤゴくん狭くない？さかなクンで言うとこのボラくんじゃん。ね、要はボラくん、下手したらボラくんでもないよね。だって、ヤゴ、トンボくんでもないんだから。トンボの工程まで行ったらもう、範疇の外なんだから、本当に、さかなクンで言うところの、なんていうの、鈴木の子供みたいなやつあるじゃん、いるじゃんか。あの段階までだよね。サワラみたいなことだよね。なんかその上は行っちゃダメみたいな出世後の。ペンネームお腹いっぱい。いや、弥生県でご飯おかわりに行った隙に、隣の席にいたババアに味噌カツ定食の味噌カツを盗まれたからって、店員にクレーム入れてる男は勝つですよ。おかわり、自分でペース配分して味噌カツ二切れ残しておかわりって戻ってきて、ないっつって。そして隣の席にいた、もうおかずなくなってたはずのババアの口が膨らんでるんだよ。あいつじゃん。あいつ、それを店員にクレーム入れてる男は勝つですよ。野球でピッチャーがランナーに盗塁されたからって審判にいちいちクレーム入れんでしょうが、盗みそうだなと思ったら常に警戒を怠るな。勝つです、勝つ。続いて、頑張れパカベンさん。やあみんな、次回のカードキャプターイサオはね、ヤ行だと現れますよ、こういうやからも。そしてこういうやからもヤ行あたりから受け入れていきますよ、僕も。次回のカードキャプターイサオはね、打席に入ったらブツブツうるさい野村克也を空振りしたふりして後頭部をバットで殴ってプロ野球カードに変えちゃうお話ですからね。みんな見てくださいよ。せーの、勝つだー。アニメ化されたよ、魔法少女もので。ペンネーム大自然守るユッキーナさん、ちょっとぐらい世間に叩かれたからって逃げちゃダメなんですよ。事務所総出っていうチームプレー重視の姿勢は私は買ってますからね。一人になっても最後までやり遂げなきゃダメだ。勝つな。なんかさ、すげえなと思うのってさ、突然一斉にあのこと言い出したよね、みんなね。それはそれで気持ち悪いっていう感じするよね。そうです、気持ち悪いって感じするって、ナオメヒアが言ってた。俺はそんなことは偶然だっつって、ね、それは偶然だっつって言ってるけど。ね、ペンネーム汚い手でいじりました、YouTube の井端くんの、井端選手のね、井端くんの井端 TV 見たんですがね、隣のアシスタントのミッチーくんに比べて声の張りがなさすぎて音量調整が難しいから、勝つだよ勝つ。
声の出し方を里崎くんに教わった方がいいよ。勝つな。もう野球選手の YouTube すげー出てきてんだけど、ダルビッシュ選手の YouTube すげー面白いんだけども、全部自分でやってるっぽいんだよね。編集とか、セッティングとかを。それで結構、YouTuber として進化しようとしてる感じ。ちょっと音量調節がうまくいかないみたいな遠くから入ってんの。すごいよ。うちにはね、岡部くんっていうすごい音量調節の上手いのが。なんならダルビッシュに貸しますけどね。岡部くんは相当きちんと音量調節やってきますよ。ペンネーム。うんたば。ゆきぽよとかみちょぱとか変な名前を登録名にしとりますけどね。ちゃんと池田とか木村とか本名で登録なさいよ。お、お長島がおちょぱとかしげぽよだったらおかしいでしょうが。勝つな、勝つ。とてもいい。ペンネーム形状記憶老人ゆ詳しいな。 U ビームがザ・ダブリューの決勝に行けないなんて。これいいですよ。 U ビームがザ・ダブリューの決勝に行けないなんて世の中間違ってますよ。あれだけキャラが確立されてて面白い女げ待って待って待って、この曲良くない？相当なもんだよ。ハリさん相当なもんだよ。そしてもう野業に来て本当に何でもありになってきてるよ。ペンネーム服部三世よ。吉田洋が年齢非公表にしてるらしいけどね。だったら第27回日本ジュエリーベストドレッサー賞で40代部門を受賞するんじゃないよ。調べちゃったよ俺これ。ほんとそうなのね。ウィキペディアとかでも誕生日書いてあるけど年齢非公表なのね。なのに第27回日本ジュエリーベストドレッサー賞の40代部門は甘んじて受け入れてるんだよね。隠すなら最後まで隠し通しなさいよ。大体吉田洋が40代だって知っても何の驚きもないよ。そんな感じだよ、だって。勝つな、勝つ、勝つ。ペンネームハルーテイオニク。よ、よだれ鳥ってあるけどね。あれネーミングが良くないね。なんかね、汚らしいんだよ。もうちょっと食欲が湧くようなキャッチーなネーミングはないのかね。吉田里帆の唾液がついている食べかけ鳥とか。吉岡里帆の。吉岡里帆の唾液がついている食べかけ鳥とか。勝つだつって。もうラスト。そうね。終電満時よ。4分待った方が美味しいとか。最後にラー油を垂らすだけとか、その程度の話をカップ麺アレンジレシピとして、ネットに載せている人は、イートイン脱税をしてるに決まってるんですよ。勝つな。ということで、やっぱりね、野行の醍醐味は、文字数一気に減るけれども、かなり乱暴な手が使えるっていう。俺次第じゃねえか、したら。もう我慢できなくなってんのはお互い様だよ。もう書いてる方も俺も。で、あと、その中に声道が入ってないと成り立たないからね。はい、投票終了でございます。さあ、結果ですが、あっぱれ張本勲カルタ、491票。ドアスレうろ覚えカルタ338票、圧倒的大差であっぱれ張本勲カルタの勝っちゃ。まあドアスレも好きだけどね、俺的には山村もみじの母乳ドバドバ、山村もみじの乳首ゴロゴロはすごいなって思いますけどね。タピオカなんてみんな忘れちゃうんだから、ああいうものは。
でもみんななんとなく頭の中であったよなーっていう時にみんな言うようになるんだって。こう夜中に聞いたこのフレーズ。タピオカ思い出せないけど、なんか山村もみじの母乳の話してたなってなって、ほらほらほら、山村もみじの母乳の中に山村もみじの乳首をゴロゴロ入れたやつだよなんつって。そしたらそういう記憶よりいい人が、タピオカなんそうっていう、なるんだけどね。まあ仕方ないです。あっぱれ張本伊佐カルタ強すぎました。勝ったあっぱれ張本伊佐カルタはラ行に行きます。そして負けたド忘れうろ覚えカルタは、なんと同じところで3連敗となったので、残念ながら今週で消滅でございます。